今日ね、ブライトンウルブスもね、レオザーのプレビュー通りになってましたよ。通せん場抑えたら面白いねっていう、やってくれたんだよ。見てない人に言うと。三苫正直さ、あれだったね。カウンターの局面では活躍したけどさ、演出そうじゃなかったらもっと活躍してそうだったね。解説の内容なんてもう、何にも振り返らないです。最高でしたって言われた <laughs> 大丈夫でしたって言いや、もう何も文句ありませんって言われたですよねっつって書いて。普、うん終わった後。遠藤が60何分から出ましたよ、みたいな話とかしてる。村さん最高にいい人でしたよ。 だって、俺、野村さん来たら挨拶行こうと思ってたの。そしたら野村さんの方から来てくれてさ、名刺までいただいて。いや、めちゃくちゃいい人だったね。ジョアンペドロちょっと心配になりましたね、今後が。とわがままさ出てたら、昼間は昔より戦えるようになってますね。ただやっぱ運動量が90%分はきつかな、続かなかったね。レオザーと分析でジョアンペドロ見た時も、ネワセルフィッシア選手って話になりました。あ、俺見れてんな、じゃあ。その日の俺の方がすごいわ。<laughs> ありがとう。なんか、ジョアンペドロがさ、 相手選手だったから、こう、なだめて、まあまあまあ、みたいな。落ち着いてる選手みたいに評価されるだろうけど、その前段階でチームメートが戦ってる時に戦えてないから、こういう選手ちょっとやだわって思っちゃったわ。戦えてないのに、なだめる時だけ大人でいようぜみたいにするやついいんだよ。それ全然違うからっていう。普段戦ってるやつが状況によってなだめんならわかるけどって。これわかるこの違い。頑張ってるやつがこう、引き剥がすみたいなさ、そういうのはあるけどさ、アーセナルだったら、ジャカーガーとかさ。 戦えてないから冷静なだけみたいな感じになる。てかまあ、ジョンペドル、こう、メンタルがウィンガーじゃないよな。あれを今のブライトンでのジョンペドルの立ち位置で、ウィングだと一生懸命にならないけど、真ん中置いたら頑張るからいいよねにはできないんだよな。今日のさ、三笘マとマーチの守備、ほんとすごい良かったからね。この、うまい両選手がこれやってくれるチーム強いわっていう。今日のブライトン見たら、村とかオバとかもっと走るよねみたいな。理想でしたね。いや、今のうちの選手はダメみたいなことではなくて なんか、うまい選手だから、前に残ってていいみたいな考えが、もう全くないんだよね。すごみたいな。逆に、活躍してないウルブスのウィングローンが戻ってないみたいな。だって、最後さ、4日だっけ勝ってる試合で、ね、終わった後カメラに抜かれた、ね、マーチのあの、ヘトヘトで走り切ったり。いや、この先輩に勝たなきゃいけない、アリングラ大変だな、みたいなさ。実力あるサイドハーがあんなに守備してくれたら、必然的にチームとして頑張んなきゃってないす。うん。いや、ミトマーチすごかったわ。 坂丸テニもすごいけど、あ、でもほん、でも本当マルティネリクラスでしたね。三笘とマーチ。あのね、また頭いいのよ。ただ上限運動するだけじゃなくて、あ、そうだよね、そこ絞ってるよね、とか、マーチも三マもそうなんだけど、サイドバックにコーチングして自分がサイドバックになるときとかあるんだよ。ここついてって、とか。にゃん、飛ばっち受けてたね。なんでってなってたね。なぜか突き飛ばされて。そう、ブライトンにね、三マいたら、古橋いたら点取りそうだね。若干エンバペ感あるもんな、古橋も。もう、全クリしたのスコットランドリーグっていうその。 びっくりしたけど、まだやる、そのゲーム。フィジカルの話で言うと、やっぱ、ミ三マはもう本当にフィジカル的にさ、すごいから、並走の状況でさ、相手に体入れらんないじゃん。直線的なスピード速いから。あれ、三マとかデヨングとかの、まあ、特性というか、まあ、そこを鍛えてますよね。バーベルスクワットとかでね、重い重量少ない回数上げてとかね。三マ対策みたいなのをさ、昨日、レオザ学園内でやったんだけど、全部は喋れないんだけど、週休学で一番重要なところは。やっぱりさ、三マ対策に対する、 三笘側の対応で、面白いのがやっぱアウトサイドキックっすよね。すごい実用的なアウトサイドキックすんじゃん、三笘って。あの、アウトサイドでボール持ってくじゃん、三笘って反発セクトや、縦に。で、そのまんまさ、こう、運ぶときに、まあ、インサイドで相手近くなったら運んで、とか、相手がまた遠かったらアウトサイドで、軸足リードじゃなくて、蹴り足リードで行くじゃん。軸足リードの方が懐にボール入れれるけど、スピードが上がんないのよ。みんなやってみてくれたらわかる。で、蹴り足リードの方が�からボール出やすいの蹴り足前で触ってるから。 なんんんだけどどスピードはどんどん上がるで、その流れのまんま蹴り足を、ボールここね、蹴り足をリードしてるまんまアウトサイドで蹴るから、ディフェンスとかキーパーはタイミング読めないでボール入ってって、三笘のこういうクロスに味方が決めてくれたら、みたいなシーンあるじゃん。で、これってね、三笘対策にすごい効果的なの。どういうことかっていうと、三笘の一番ベタな対策は、この本の中でも書いてる L 字対応なのよ。あの、守備で、まあ、ディレイすること。 だって、極論言うと、僕でも三笘に抜かれないことってできる。っていうか、みんなでもできるの。三笘抜かれないのって。意味がないこと言ってるって思う人ほとんどだろうけど、これどういうことかっていうと、僕らでも10メートル三笘より離れてたら抜けないでしょ。全然走ってないおじいちゃんだったら10メートルさえ埋められるけど、ドリブルしてる三笘にも。10メートル離れてたら、抜かれはしないじゃん。何でもやらせるけど。抜かれるってことだけはないじゃん、理論上。ってなると、相手としては何してくるかっていうと、三笘のこの反発ステップの縦突破でこの抜かれて、 センターバック釣り出されて、なんか薄くなって決められるのが嫌でしょ。だから、まず抜かれないように、ディレイの対応してくくんだよ。ディレイの対応してきて、ここの駆け引きしてる間に、前の選手が戻ってきて、L 字で対応するっていう。だから、相手が距離取ってる時に何できるかっていうと、距離取ってるってことはパス出しやすいから、あのアウトサイドのキックでのクロスとか。 切り返しての、あの、キックとか、キックを鍛えることによって、相手が距離取れなくなるんだよ。距離取ってきてんならロングパス。詰めてきてんだったらドリブルっていう2択。だから、メッシュってだから活躍できる。メッシュの場合、距離開けるとすごいパスとか、すごいシュート打ってくるじゃん。で、詰めたら抜いてくるじゃん。で、今の三笘の場合は、距離取ったら戻ってくる人と2対1で対応できるからいけるっていうふうに、一流のキック持ってる人にもなってくるんだよね。だから、三笘は、今、 アウトサイドのキックをやってると思う。やってるというか、結構シンプルにキック使ったプレーが多くなってるって。で、これに対して、じゃあ、あの、三笘側のドリブル増やすをまあ、普通にね、相手詰めてくるようになったらまた抜けばいいんだけど、三マ自体が悪いかっていうと、ブライトン自体が、ブライトンの戦い方、デゼルビの戦い方が、三マ対策されやすい戦い方になってるっていうのもあるんだよね。 あのドリブルの速度を保ちながら、あのアウトサイドパスできる世界でもトマしかいないんじゃないかテてレベルだと思ってます。そうですね。だから、あの、基準のスピードがね、早いからね、あの、デンベレもそうじゃん。デンベレさ、あのスピードで顔を上げながら、相手の逆つくから、だから抜きまくれるじゃん。でも、デンベレの中では、70ぐらいでも、対峙するディフェンスからしたら100に感じるんだよ。超速い、みたいな。なのに足から離れないし、顔を上げてるし、みたいな。だからあんだけわがままだったりとか問題児でも、チャビはデンベレを一生懸命残そうとしたんです。 だからベースのスピードを上げるっていうのは大事なんですよね。だからやっぱフィジカルないとダメっていうのは当然で。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。どうぞっともでした。バイバイ。